戦国時代の出世の方法。歴史の細道、案内人の沙織です。戦国時代は低い身分の人間も出世することができた時代です。その代表は言うまでもなく豊臣秀吉。かつては農民出身ともささやかれていましたが、近年は農民ではなく武家だったとの説が定着しているとはいえ、それでも低い身分から天下人にまで上り詰めた事実は変わりません。そんな戦国時代ですが、出世に関して明確なルールが定められていたわけではありません。そこで出世するための方法を事例などからいくつかご紹介しましょう。極論は主君を喜ばせること。戦国時代の出世の方法は多々ありますが、究極的には主君を喜ばせることに尽きると言えるでしょう。これからいくつかの出世の方法を紹介しますが、いずれも主君にとってプラスになること、メリットになったこと、感動したことなど、主君が喜んだことで主君からの褒美として出世するものです。戦国時代といえばまだまだ俗人的な世界。結局のところ、媚びを売ろうが何をしようが、主君に喜んでもらうことこそ出世の近道でした。戦場での働きによる出世。戦国時代は歴史的に見ても短期間に多くの戦が繰り広げられた時代です。そして戦とはまさに家の命運をかけたものです。戦での敗北は自身の生死、ひいては家の存続に関わるものです。その戦で相手の武将を討ち取ったり、主君を守ったりなど活躍を見せれば手柄となりますが、主君の指示を忠実に守ることで手柄となるケースもあります。例えば関ヶ原の戦いの時、上杉の備えとして北関東に残された結城秀康。直接的な戦闘行為はありませんでしたが、関ヶ原の戦いの後、大幅な加増を受けています。家康の息子という事情を差し引いても、指示を忠実に守ったことで結果的には上杉の動きを牽制できたことが大幅加増につながったとされています。逆に戦に勝利したとしても命令違反があると処罰されるケースもあります。例えば関ヶ原の戦いにおける佐野綱政の息子、佐野義綱。関ヶ原の戦いの際、伏見城が急襲されると、家康の側室を連れて大阪城から退去したものの、側室を預けて勝手に伏見城の救援に向かい、鳥居元忠と共に討ち死にしました。この行動に対し家康は命令違反と咎め、息子の佐野義綱に減俸処分を下しました。本人は討ち死にしてしまっていたものの、家は減俸となったことから、家康の怒りは相当なものだったと推測されます。このことからもわかるように、主君とすればとにかく勝手なことをしないでもらいたいと思っていたのでしょう。だからこそ直接的な武功がないとしても、戦そのものに勝利すれば褒美が与えられたのです。重要な役割をこなした。戦に限らず、主君からの命令に応えることで主君の印象は良くなり、出世につながるケースがあります。特に戦国時代に多いのが築城です。藤堂高虎のように築城技術でのし上がった大名がいるのも、それだけ築城が重要視されていたからこそ。築城は縄張り担当、つまりは計画する人間だけではなく、実際に普請を担当する、いわば現場担当者も必要です。特にその拠点が重要であればあるほど、普請にて出世するケースが見られます。例えば戦国秀久がこれに該当します。九州攻めで一度は追放されたものの、小田原の陣で復帰すると、名古屋城の築城工事の功績で守護家、越前の神に、さらには伏見城普請での功績によって7000石の加増を受けました。名古屋城にせよ伏見城にせよ、豊臣政権では重要な城です。築城も重要な役割になりますので、
出世と相なったのでしょう。主君の出世による連鎖的な出世。戦国武将の出世としては比較的多い形です。もちろん自身の才覚も必要ではありますが、主君がより大きな力を手にしたとき、新たに生じた重要なポストを任されたり、それまでの忠義に対してのご褒美的に加増を受けたりといったケースです。この点は織田信長や秀吉、家康といった勢力を拡大していった大名の家臣には多々見られます。褒美といってもやはり限界があります。10万石の大名が家臣に100万石の領土を与えることなどできません。あくまでも主君自身の経済力、ステータスなどに準じた褒美になりますので、主君が大きな力を得ることで褒美もより大きなものになり出世につながります。例えば徳川四天王は家康の関東異邦時にいずれも10万石程度の領土をもらっています。10万石といえば大名クラスですが、これだけの領土を得られたのも家康自身がおよそ250万石とされる広大な領土を得たからこそ、裏を返せばどれだけ主君に尽くしたとしても、その主君が思うように勢力を伸ばすことができなければ出世も難しかったことでしょう。だからこそ出世できそうな主君のもとに走るのもわからない話ではありません。それまでの恩義的な出世。ご紹介した主君の出世に近い部分がありますが、主君が出世したり、あるいは領土替えなどのタイミングの際、これまでの功績が評価されて出世するケースです。中でも多いのが、他の大名が改易されるなど失脚したケースです。例えば加藤清正が肥後に大きな領土を得ることができたのは、さっさなりまさの失脚があればこそです。もしもですが、さっさなりまさが前世を敷いていれば、清正は肥後の領主になっていなかったかもしれません。清正に関しては期待値も込められていたかと思いますが、領主というポストに関しては空にしておくわけにはいきません。誰かがいなくなれば代わりの人間を入れなければなりませんので、直前に目立った何かをしたわけではなくとも、それまでの功績から出世を果たすケースもあります。主君側としても何らかの形でこれまでの恩義に報いたいとは思っていても、褒美には限りがあります。ましてや出世につながるような褒美となれば限界がありますが、空きが出たとなればそのポジションを与えることができますので、それでこれまでの恩義に報いるケースもありました。仲間を増やすことでの出世。戦における調略的な役割で出世するケースです。こちらも大きな目で見れば家のために役立っていますので、主君にとっては褒美の対象となります。特に顕著なのは関ヶ原の戦いです。実際の戦場での武力衝突以上に調略が戦況を左右した戦いでもありました。例えば吉川広家は毛利の付箋を取り付けていたことで、戦後大きな加増を受ける予定でした。実際には主家に面目が立たないということで、吉川広家が受け取る領土に毛利が入ることになりましたが、本来であれば大きな加増を受けていましたので、家康にとってはそれだけ価値のある行動だったという判断なのでしょう。まとめ。このように戦国時代に出世するケースは多々ありましたが、冒頭でもお伝えしたように結局は主君次第な面が強いです。それは気分もあれば主君の出世状況も大いに関係しております。その点では現代社会に通ずる部分もあります。どれだけ自身の能力が秀でているとしても、会社そのものが成長しなければなかなか出世はできません。しかしその会社での出世を諦め、成長著しい会社に移るという選択肢もあります。戦国時代も同様で、出世あるいは生き残るためには誰の下につくのが良いのかを見極めていた人間も少なくありません。
主君を変えるとともすれば裏切り者、義理がないといったネガティブなイメージを抱かれてしまいやすいですが、主君に仕える側としても自身、さらには家の命運がかかっているのです。主君を見極めるのは当然ではありますが、だからこそ弱小君主を見限ることなく忠義を尽くした家臣に対しては主君側としても特別な感情を抱くのもよくわかる話ですね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。